まあ、一番強いと言っても過言ではないでしょう。さあ、このね、ゼロ距離っての。あー、これですね、念力。わー、横スマッシュきつい。両者、テリー、ミュウツー。ただにね、攻撃力に特化したキャラクターですから、下級を拾って、空上から空上、回避見てから空上。ターンの継続の仕方がうまい、危ない。あー、ダッシュにさあ、今ね、上 B 暴発、横 B が出てしまう。ボック3人。さあ、ケント選手のね、ミュウツー、まあ、念力ですね、念力、金縛り、まあ、あとはこの攻撃がね、かなりリフレクから横スマホールド。あ、しかし、いやー、回避もしっかりと念力でかわして、上で取る、さあ、ダウン展開、受け身うまいんですよね、田野選手、受け身しっかり取っている、上ね、さあ、しかし、やはりケント選手、ラインがなくなった時に、どうしても。テレポートを使われてタロ選手が、あこの弾に当たらない立ち回り、まあ、サムス側のチャージショットの方が発生は早いのかなと思うんですけれども、まあ、ミュウツーはね、この横 B のこのリフレクターって言ったらいいのかな、念力かな、まあ、この横 B の反射技がね、これですね。さあ、ケント選手追いつきたいですか、パーセンテージ 104%。 さあ、このアームで壁、あのアームはね、あの空中へ出して崖に向かって放つと崖を掴めるんですけども、その掴むタイミングでもフェイントをかけながらね、うまい、掴みをしっかり回避でかわして崖、空中前、空気阻止行きたいが、しっかりと崖掴む、崖上がり、無敵ないぞ、チャイショットはしっかりかわしてから、おー、いいですね、金縛りドカーン、スタースマッシュホールかいと反応、次に、まあ、ボム当たるので結構サムス待ちたくなるところなんですけども、そこを相手がね、崖放しジャンプウェビーで中に戻ろうとしたところ、しっかりと読んでましたね。さあ、ボム、しっかりと暴れ通して、でもパーセンテージがあった、狙ってきますね、ケント選手、しかし、その場回避に長所と合わせて、パーセンテージ47、一発の火力が高いサムス、1枚、届かないところ、うわー、何？いや、しっかりと、ブラックさんに、さあ、シャドウボールが波動弾を上回っていく。いい攻めですね、やはり勢いに乗った時のミュウツーの攻撃力の高さ、うめえ、カウンター見てから、金縛りですかね、あれね、名前がね、確か、この絶妙な間合い管理はすごいぞ、ゲンソ選手、やはり最近、おお、一気に攻めてくる、最近、本当に彼ね、おお、ジャッジしたすわ。相手が何してくるかわからないような動きをしてね、相手を翻弄する、いろいろ考えさせるっていうのが大事ですからね、確かに内側には戻させない、いやー、だったー第98回前妻大会3回戦、デモ選手 VS ケント選手、デモ選手はルイージ、ケント選手はミュウツー、復帰阻止、空中前、空中前、戻さない、うまい。3人打撃がうまい、やはりマシャ選手、技術が素晴らしいですね、あれもう当たるか当たらないかのキワキワですよね、あの横強すげえ、堅実に堅実に空中前空中前空中前から一気に攻めていく、ニュートラル押しか念力で返して、さあ、このシャドウボールの揺さぶりをね、なんとか当てていきたいですね、ケント選手、マシャ、うわーっと、ストップ後ろ、マーシャ選手の戦い方がかっこいいですよね。そう、クリーチ。しっかり念力当てて空中上。下スマ。この下スマね、本当に頭が出ない
キャラクターでも当たるんですよね。下の方まで判定ぎっしりなので、あの下妻復帰阻止、その崖掴むタイミングで合わせやすい技、空中前、ここの駆け引きの強さですよね。ワンストップリードマシャ選手のウルフ、下妻大丈夫、危ない、東京着地ね、陸からスマッシュ、金縛り大丈夫、着さあスマッシュ当たるんだスペース、バッド、ナイス BD パニッシュ。まさしいな。あれ、ザ・ジャンプ。Kento using the neutral B a lot. That's good, that's good.、Mm-hmm. Ooh. Nice catch inside B,、neutral B. Yeah. Almost back air, but the side B、mm-hmm. worked.Nice fair and edge guarding situations. Nice recovery. But、yeah, again. Yep. One sledge guard. Dry fair and nice turn on though. But Masashi losing the limit break. Oh, that was a nice idea. It's the limit break, maybe. Oh, now he got it. Hey.Oh, he did.、Ooh. Oh, that's sealed. Nice sealed. Oh, he tried to trade.、Mm-hmm. And is that down smash, maybe? Win it? Yeah, it's a pressure. Kagel, Kushiro. Tab, Fuki Toshi.プレッシャーかける、くー、前も当たったらワリアが念力で返す、くーぬ、おーまーい、金縛りからの横スマッシュ、空中前できっつい、ワンストップリードアンカー選手のピーチ、いや、ケント選手もやはりそのピーチの崖の固め強いの知ってるが、ゆえにね、この上 B をね、あえてこの台上で使ってラインを取り返すような動きを見せてるんですけども、いやー、でも無敵切れるところしたスマッシュ、全力スタンプでしたっけね。互いにこの B 技の飛び道具うまく使いながら攻め合っている、下スマッシュがガード、上スマギリギリ届かないですね、下スマッシュのあと上に2Lで潰す感じはありますね、逆から上 B 惜しいですね、下キューさらにコンボをつなげて横 B、 おーその魔界ヒリ飛び道具となるか、ジャストバード上強、あダウンしたところ下キュー上強、まあダウンとかケント選手見逃さないんですよね、いやーめダッシュしてくると見せかけて、いやーさらにゴルドが助けてくれる、スター強からゴルドをセットアップ、さあねゴルドのセット、ああ金縛りかフルホールドスター強こすって、スター強こすってくる、いいですよ、相手の予測できない動きっていうのも大事になってくる、あーでも頭出るんですあそば見えましたが、空前が暴れて通って横強大丈夫、空中前で危ない、毎回この崖復帰に対してケント選手かなりプレッシャーかけた、危ない、移動回避でだいぶドーッと勝ち残してる、下妻大丈夫、無敵切れもある狙った感じ、しかし空中前でいって取って崖上がりプレッシャーかけますがジャンプはしない、一回と地上で張って戻ってくる、出したダック、ケンスマサイバリガードして念力から回避、見てこの縛り強気にダブルアップ狙ったか大丈夫、あーっと見えてる、弓矢はしっかりと横び、これ本当にいいですね、空中前上び崖、なるほど、ミュウツーはあれカロス壁ジャンプできるんですね、そこをうまく使ってこの復帰タイミングを逃がしてくる、しかし、よっとしたつジャストガードして、クーエルからダッシュアタック、あ、つながってんのかな、クーエル、さあ、プレッシャーがいる、プレッシャーがいるぞ、いやー、金メ選手も、あー、ちょっと届かない、